尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、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 おもろい方へ。今日から始まりました。尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。この番組では毎週ゲストをお迎えしてその人の人生のターニングポイントを語っていただきます。私尾形健太郎は株式会社ボイシーの代表をしています。ボイシーというのは。 例えるなら YouTube の音声版とも言われたりしますが声のブログというようなスマホ一つで簡単に放送を作ることができるとそういうようなアプリサービスを作っていますこの番組ではその ABC さんと VOICY で連携して新しいラジオの形を作っていきたいなというふうに思っています。 で、IT といろんなアイディアを駆使してこれまでのラジオ番組がやってこれなかったことそして新しいトライをしてみたいと思ってまして特にこう新しいサイマル放送としてラジオラジコだけではなくボイシーだったりその他の SNS でも聞くことができるようになっていますそして番組を一緒に盛り上げてくれるアシスタントの方がこちらアシスタントの松木里奈です。よろしくし,よろしくお願いします。松木さんの自己紹介お願いします。はい 私はそうですね普段はタレント活動をさせていただいてて、えー、ラジオは3年間芸人さんと一緒にするラジオを務めておりましたはいなのでちょっと今回は、えー、といろんなゲストの方をお呼びしてという形なので。 すごい緊張と楽しみでいっぱいです嬉しいでも楽しんやねなんか一緒にできるのもめちゃくちゃ楽しみなんで、うん、ちょっとあのあのチームめちゃくちゃ面白い番組作るなっていうレベルにやりたいなと思ってますはい一緒に頑張りましょう、ね、頑張りましょうそして記念すべき初回のゲストですがこの方に来ていただきますテレビプロデューサーの佐久間信之さんですいやもうね この人に第一回ゲスト来てほしくて、うん、楽しみじゃなかったすごいですね、うん、ビッグゲストですねビッグゲストよでもこ,これからの番組をめちゃくちゃいいものにするのに、うん、ちょっとアイディアももらおうかなと思うそうですね勉強していきましょうしていきましょうでどれだけね仲良くなるかもねちょっと頑張ってみたいよねはい <laughs> <laughs> それではこれから一時間どうぞお付き合いください <music> ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ 尾形健太郎の道に前は脆い方へこの番組では人生のターニングポイントでおもろい方を選んできた方々をゲストにお迎えしその人が今いる場所にたどり着くまでのヒストリーや考えたことについてお聞きしていこうと思います記念すべき初回ゲストはテレビプロデューサーの佐久間信之さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,すしお願いします はい。佐久間信之さんは、1975年生まれ、福島県岩き市のご出身です、えー。1999年にテレビ東京に入社し、えー、テレビチャンピオンなどで経験を積み、ゴッドタンやあちこちオードリーなど、数々の人気番組を立ち上げました。 また、ラジオ番組、オールナイト日本ゼロではパーソナリティを務め、間もなく4年目を迎えます。2021年3月をもってテレビ東京を退社し、現在はフリーランスとして、ネットフリックス、トークサバイバーや書籍の出版など活躍の幅を広げています。え、お二人は関係性的にどういう 多分分ね佐久間さんんの方が分かってないと思うんですよ、はい、もう一番初め、はい、ミス ID の審査員に僕1年だけ呼ばれたことがあってあそ,うだそこでご挨拶をしていて、はい、でも当時は「あテレ東の方なんですね」ぐらいの感じで僕もちょっとあまりよく知らなくてはい、はい、でも見たら佐久間さんが毎年呼ばれてると思ってなんか出演やってた作品見たら、はい、もう面白いもん分かれ だけで「やべえ!」ってなって見てったら「うなんかちょっと化け物みたいな人いるな」ってそんなことないしかもそう思ったら「ウォールナイトニッポン」で自分で喋っとるやんけこの人と思っておもろい人がめちゃくちゃ好きなんですよそれ何年前ぐらいになるんですか最初の出会いはえっとね3年前ぐらい三3年か4年前ぐらいですね「ボタ、はい、ミスアイディは2015年ぐらいからずっと審査員やらせていただいてて、はいはい、で2018年か19年に尾方さんが審査員やられたんですよそうですねでそれで行ってあの ボイシーショーっていうのと,あとノートさんのノートショーみたいなのことをやりながら、うん、まあやったんですけど、はい、で、まあ、佐久間さんの作品とかめちゃめちゃ見ててでちょっとこうボイシーとか音声の話もっとやりたいなって時に佐久間さんにちょっとこうあの相談させてくださいみたいな話をしたりとかしててはい、はい、でちょうど僕が去年本を出す時に佐久間さんも一緒に本を出してたんで、はい、それで対談をね一度計算、はいで,ね、でさせていただきました半年前か1年前ぐらいですね。 はい、そう、まあ、めっちゃん面白いわけよ話してたら <laughs> いやそんななことはないで,すよでもう横で聞いてた編集の人も,もうこのままこの音声出したらいいのにっていう話をしてて「はい、先にしまったそれ許可等の忘れてたわ」とか言って <laughs> <laughs> いやでももう今日この番組をとりあえず一発目のゲストは絶対佐久間さんがいいと思ってあのねあれなんですよマジめちゃくちゃゃくこい あのメッセージが届いたんです。<laughs> えそうだったんですか。うん、断れなそうの。あのメールの文面が厚苦しいのが届いて、うん、もうこれは断れないから、スケジュール合わせるしかないって,って。<laughs> どっからどこまで空いてますかとかじゃないんですよ。その、どっからどこまで空いてますかって、普通二日か三日なんだけど、はい、その二週間書いてたから、もうその。合わせるしかないっていう。あのもうね、絶対にもう佐久間さんしかいないと思ってたから、一回目は。<laughs> いや<ー>いやいや、そんなことしなくても出ますけど、<う>まあ、でも、あの、<laughs> はい。 あのスケジュール調整させていただきやすいようにしてくださったんで、はい、喜んではいじゃあもうあの実はこれオーディションもして、はい、松木に来てもらうことになって<あ>、はい、松木さんオーディションで立ち抜いたんですかそうなんですよもうめっちゃ来たんですけどオーディションの中の何個かの募集、はあ 募集のね、こう、目的が、1回目のゲストが佐久間さんなんでっていう応募の人がいたんですよ <laughs>。それ、全然他のものに興味ないし、2回目からやる気があるんかなって思いながら <laughs>。そうですね。いや、そいつはもうやばいっすね。<laughs> ちょっとね、残念ながら難しいなと思いましたけど、はいうん。で、その、まあ、でも今回の佐久間さんとの1回目の収録までに、全部決めるっていうのがめちゃめちゃ大変だったんです。なんとかこう、詰め込もうっつって。あ、そうか。ちょっと僕のスケジュールだと早い、早いってことだったんですかまあ、オーディションもギリギリだったんで、あんはい。実はあのま 松木とは昨日会って、はい、打ち合わせして。<laughs> あ、昨日初めて会った。 面接以外では昨日決まって打ち合わせをしてそれでも一回目の収録明日ですじゃあ俺とそんなに関係性変わんないでん松木さんの関係性はそうなんですよ仲いいふりしてます今なるほどねコンビの感じ出してるけど別に変わんないもんねじゃあ俺と俺とも一回仕事したことあるもんねそうなんですあの時はお世話になりましたとにでとりあえずもうちょっと仲良くなるのにどう呼ぼうかってすごい考えたんですけどいろいろあだ名もだん名前考えた結果松木でいこうってことになって 確かにねいやでもやめたほうがいいですよ初回でパーソナリティのおじさんが若い女子をあだ名で呼び始めてるラジオやばいから分かるもうまだ松木さんか松木さんでいいと思いますそうなんですよ松木さんだとちょっと距離あるかなと思ってまあいいと思います松木で松木でいこうってことでもうちょっと仲がいいっていう感じの空気作ってチーム作らないといけないなと思ってるんでなるほどああもともと僕の方から聞いちゃいますけどなんでこの深夜ラジオをあの 尾形さんってボーイシーで音声コンテンツ作ってらっしゃるじゃないですか。はいはい。なんで作ろうと思ったんですか。もう一個は、まあ、ラジオめちゃくちゃ好きなんで、面白いことをやりたいんですが。はい、そもそも、こう、ラジオ番組って、まあ、ものによっては、ちょっとなかなか。 ペイ,ペイしなくなってきてたりとか人気が減ってきたりするものもある中でもう新しい IT サイマル放送っていうのをやりたかったんですよ。だからそのボイていうのはいろんなところにかけるってこと、ね、そうですね。なんでこれ YouTube でもライブで出て<ー>ボイシーでも出てとかで Twitter でも出るとで全部同じ時間にいろんなところから聞けるっていう状態にするっていうのとあとはそのユーザー課金とかそういうものも入るようにしてマネタイズの方法もいろいろ形作ったらラジオ番組がもうちょっと予算かけれるようにできる<ー>座組が作れるんじゃないかと。 それは夢のプロジェクトですね全ラジオ局の皆さんがやっぱそう興味あるんじゃないですかそうなんですよねだからそれをやるのにまずこういうのやりたいですって話になってじゃあ予算がないと MC 誰にしてどこの番組からやるねんってことになって僕になりましたなるほど一番お金かからない人社長自らってああいいっすねでも ABC さんがまた行けてて「やりましょう!」ってもうう一言目に言ってくれて深夜の時間 1> 1時間ガツって撮って喋りましょうって言ってくださって、うん、これ1時間番組なんだもんねそうです,よすごいっすねはい、うん、でしかもなんかむちゃ空いてる僕深夜5時ぐらいに流れるんかなと思ったら、うん、もう結構2時ぐらいだったらいやいや2時っていい時間あっほにいい時間ですよね、えー、いや俺だ三3時からやってるから 2>, <laughs> <laughs> 2時憧れの時間だから <laughs> 確かにそうですよね <laughs>、はい、なんでそこの2時3時の、えー、と1時間使わせてくれるって言われたんでそれちょっとシャワーを上げてやろうってことでう,ん、うん、うちの会社のメンバーも,もうフルメンバーで、うん、どう SNS に出すかのチームとコンテンツチームとそれからまあ営業のチームも全部作って。なるほど、うん はい、やったんでこれがうまくいったらこういう作品出てきますよっていうのをいろんな時刻に持っていきたいなと思ってるんですよね、うん、じゃあその社運をかけた番組のそのオーディションで撮ったのが松木さんってことなんですか、はい、そうなんですよもうぜひ来てほしいということで松木さんの決め手は何だったんですか決め手ですかいやいや半笑いで聞くことじゃない <laughs> めちゃくちゃ半笑いでしたね半笑いで聞くことじゃない <laughs> 松木さん、うん、いやだって、うん、その、ね ねえだって、はい、今こんな大変なプロジェクトだってねちょっと緊張しますよ知ってたよ力が入ってる感がすごいのでやっぱりまあそれがねまあでも松木社長に向かってあの一応ボーイスの代表だからいや力が入ってる感がすごい,い <laughs> 力入れるよってわそれはね いやいやなんかそうやってこう番組をとりあえず面白いのもやりたかったんですけど、はい、やっぱもうラジオ大好きなんで、うん、なんか面白い人いっぱい呼べるラジオとかやってもっとみんながラジオに出たいなとか聞きたいなっていう人増やしたいじゃないですか。うん、としたらなんかねちょっとこれあえてラジオのいい,いいとこも悪いとこも含めてなんですけど昔から好きな人がずっといて昔のラジオの中の活躍者がいっぱいいる感じじゃないですか。 わかりますわかります特にあのお昼帯朝帯はそうですねそうですね3時間とか枠取って、うん、なんでむしろラジオとか全く出たことないようなインフルエンサーさんとか、うん、そういうのもこう呼んで出てもらいたいなと思って<ー>かラジオ出るって楽しいじゃんってこうみんなに思ってもらいたいなと思ってるんですよねいやラジオ楽しいですからね面白いですよねうんもう何のメイクもしなくていいし、うん、そのまま着て<ー>フラッと着て喋って、うん でしかも長尺ではテレビでは話せないじゃないだってほら、はい、松木さんやっぱテレビ出た時のプレッシャーどうだったいやもう本当に泣きそうでした <laughs> 隙間を見つけ気きけないけどね隙間を見つけなきゃいけないけどさここはさ三、うん、人しかいないから振られるじゃない,、ねいですね、確かにね、うん、いやだって今日も,もう打ち合わせとかもう、はい もう数分前に来てとりあえずペラペラの台本だけ見てこの辺全部大方さん喋ってくださいみたいな感じで、うん、ま終了なわけですよテレビとか全然ありえないですよねもうなんか髪の毛のセットまでしてとかみんな、ね、そうですねまあ番組によるけど、うん、今のほとんどのテレビはもう言うことが決まっててアンケートを取って言うことが決まってて、うんうん、その中でどう隙間を見つけるかキャラクターを見つけるかだから初めからキャラクターを準備してきてないと。うん 活躍できなないい人が多よような戦場ですよねあそうなんですね。テレビってで、それって、る時楽しいんですか楽しめるようまでいったら、本当に売れてるってことじゃないですか。売れてる人でもまだ、そんなドキドキしながら出てる人、たくさんいると思いますよあ。そうなんですね。なんかラジオって、みんな楽しみっぱなしで終わってるじゃないですか、もう、なんか、うん、リスナーにもう投げっぱなしジャーマンでもそのまま喋ってる人がほとんどだなと思ってるんですけどね。そうですねまあ、だから、うん テレビでの失敗も話せるメディアがラジオっていうのがいいところだからだからそういうなんか裏の部分とかオフの部分を見せられるから、うん、その分だけなんかこ,うこれ別のこと時でも言ったことあるんですけどテレビで活躍すると人気が出るけどラジオで活躍すると好きになっちゃうっていう、うんあね、テレビでは活躍すると知名度と本業のファンは増えるけどラジオで活躍すると なんか人間性のファンが増えるっていう、そこがラジオのいいとこだと思います、やっぱり。なんか僕らもボイシーをやってる方々が、オンラインサロンやると、もうひどい人は、割流入経路ボイシーになるんですよで声で日々聞いてて、この人の世界観が好きになると、そこから月額でファンクラブみたいなの入るのも、<ー>声のファンクラブめっちゃ多いんですよね。まあ、声って嘘つけないじゃないですか、砂漠、ね、ずっと話してると、嘘ついてるなって、大体ばれたりするし、うん、緊張もばれるしね。うんうん っていいうのはあると思いますね,ねその楽しみ方をちょっともうちょっとこう知らして何だったらもうラジオ局もみんな30分枠ずつで全員がやりたいやりたいって言ってるような状況にできないかなと思ってああそれは、えー、と今までラジオとかに出てこないような人たちがラジオやって持ってみたいと思えるようなそうですねはいしたいってことですね、はい、したいんですよいやまあでもだっていまだに例えばだけど、うん、その中居正広さんとかラジオやめてないわけですようん 堂本剛さんとか、まあ、要はやんなくてもいいクラスの,スポそのあと岡村さんが俺れないと日本辞めてないのだって多分そういう理由があると思いますだって鶴瓶師匠だってさんまさんだって辞めてないわけだしやっぱりラジオにはそのテレビではできないその人間を伝えるってことができるからそこに気づいてるのってなんか本当一流でずっとやってたタレントは気づいてるんですけどうん、うん、若い世代とあとはそのインフルエンサーの人とか起業家の人は。 気づいいいてない人多いだろうからそれはははもっったいないっていいいなてう気持ちすすすすごごくかかかりりまま、うん、だからさん狙全員引っ張り出したいんですけどただビジネス上うま,うまくこう稼げなかったりするから、うん、それをなんとか解決しないといけないなと思ってて、うん、ちょっとそのうちこの番組もなんか個人スポンサー募集とかなんかそういうのをやってなんかペイするようにしたいんですけど、はい、あこれ聞いてみたいな,なんか佐久間さん好きなラジオとか作る方の好きと聞く方の好きとって違うんですか あ作,る方作る方は僕は別にラジオ作ってないんですよパーソナリティで、うんえっで、と、プロの制作がいるじゃないですか日本放送に。で始まる前に言ったんですその「俺の方がディレクターとしては先輩だけど、うん、演者としてかパーソナリティとしては1年目だから何の文句も言わないので、うん、あの自由にやってください」っていう話をしたんで僕は作る方にはタッチしてないんですよ。ななるほど、うん、そうなんですねだから えと若い僕より10個ぐらい下の作家の服だとその時のディレクターの石井も10個ぐらい下で、うん、今のディレクターなんて多分もうちょっと下じゃないかなとかっていう人たちが決めたことは一回やっってうままくいいかかなかったら言いますよ俺に向いてないからこここうしようよってことは言うけど、うん、そうじゃないものは全部やるって決めて、うん、でその代わり、えっと、あっちから、えっと、選曲とフリートークと全部毎回全部お願いしますって言われたんで、うん、あっ <laughs> オッケーですって言ってそれは全部こっちでやってるっていうなるほどそうなんですねじゃあちょっとずつや,やり方変わってきたんですかある程度、えー、パーソナリティとして喋ることは変わってきたけど、うん、やることは変わんないですねあじゃあよかったんですね設計が設計が良かったと思いますねだから任せてよかったなと思います、うん、自分のことって自分じゃ分かんないと思うんですよ僕「オールナイトニッポン」始まってすぐに最初に僕が聞いたのは芸人ラジオが多かったから、うん 毎回ちゃんと面白い話をいくつか立て続けに持ってきてフリートークもやんなきゃダメなんだなと思ってたんだけどそれは結構その若い作家の福田に福田っていうチーフ作家に「佐久間さんは大人なんで頭は多分時事ネタを喋った方がいいと思います」。ニニュューーススににつついいててしかもエンタメの今日喋った方が リスナーが聞きたいいこととになると思いますって言われて「あ本当?」って言ってエンタメのニュースについてオープニングトークは喋るようにして、うん、それをちょっと笑いにできるようにして、うん、でフリートークは自由に喋ってくださいっていう感じだって始めたのがうまくいったなと思うし<ー>あとは何年かやりながらリスナーと会話をするというかリスナーと 生放送だからいじられるから、はいはい、それによって、なんか、あ、こういう話もしていいんだなっていうのをちょっとずつリスナーが教えてくれちゃった感じです。へ、えー。だって最初なんて、うん、絶対俺その時44のおじさんで、うん、えっとサラリーマンだから、うん、俺の家庭の話に興味あるなと思わないから、確かに。基本芸能人の話してたんですよ。うん、仕事とね、うんうん。うん、そりゃそうだろうと思って。誰も別に俺の娘の話とか、興味ないだろうと思ってたんで、話してたら、ポロッ と何の話もない時にした家族の話が、すごい異常に反響があって、うん、で、えっと、同い年のリスナーの人とか、結婚者ばっかのリスナーの人とか、まあ、独身の人もひっくるめて、面白がってくれたから、家族の話も平気でするようになったみたいな感じですね。うん、視野広がるんですね。そうそう、リスナーがね、教えてくれるんですよ、大体。だから、あの、 僕も小松さんに言いたいのは、小松さんの設計も大事だけど、このラジオを聞くリスナーと一緒に作っていくべきですよ。そうしましょう。いるといいですね、リスナー。いやいますいますいますから。人気をになります。集めようリスナー。ね、意見を集めて。え、その中でめちゃくちゃ好きなのって何なんですか。聞く方で。どんなが。芸人なんですか。いや、オードリーのオールナイトと星野さんのオールナイトも聞くな。 あとは、アフターシックスジャンクションっていうラジオがあって、うん、えっと、TBS ラジオのビーのラジオで、それは情報番組としてすごい、すごい優れてるから、それ聞くのと、うん、あと、なんだろうな、昔はものすごい聞いたんですけど、今はその3つをベースにして、うん、あと、今始まったばっかりの向井君のフラットも聞,聞いてますね、仕事しながら。結構めっちゃ聞いてますね。流しっぱにしてるんですよ、作業してるときは。テレビも見るし、ラジオも聞く。 テレビはピンポイントで面白いなと思ったものを全録からピックアップしてみる感じでラジオは流しっぱにしといてはい、はい、ちょっと違うなと思ったらあのチャンネル変えて、うん、それでっていう感じですね。あそそそう生活ななんでですすね<ー>そっかかだよな何聞く私ですか、うん 私はいつもクリーピーナッツさんが大好きでそれでクリーピーナッツさんのラジオ、はい、よく聞いてます。クリーピーナッツ面白いからね。ラッパー最近ハマってて <laughs>、うんえ。でも私が聞きたいのはそう過去の,あの聞いてたラジオでこのトーク、うん、もう心に残ってるおもろかったみたいななんか聞きたいですねお二人の聞いてたラジオで。ーいやーそれはたくさんありますよ。えっと、はい やっぱりもう今でももう本当トップにいる伊集院さんのトークはすごかったです僕が中学生の30年前か、はい、30年前に伊集院さんのラジオが始まって一番最初に聞いたのが僕その僕一番最初に聞いたのは伊集院さんのラジオなんですけど、はい、今でも信じられないかもしれないけどあの伊集院さんが30年前に起こしたことってとんでもなくて、はい、あの架空のアイドルを作ったんですよ ラジオで喋ってる時にこんなアイドルいたらいいなっていうのを言ったんですよね、はい、名前はじゃあ歯がゆいでみたいなこと言ってその名前適当に決めてだから今のバーチャルユーチューバーとかと同じの,の始まり歯、はい、がゆいって子でっつったらリスナーがこういう時ってこういうこととあそれ可愛いなそれ採用みたいなこと言って、はい、みんなで歯がゆいっていないアイドルを作ってったのねそしたらそれははがゆいのファンが 異常にできて最終的に奥田民生さんが曲を書いて CD デビューして<え>でハガユイの、えー、ビジュアル担当とか、はい、手担当とかができて握手会やったんだよ。何それ <laughs> でめちゃくちゃな人気になって、はい、でそれってすごくないですかいなかったものをリスナーと一緒に作ってって <laughs> <ー>で架空のアイドルになってデビューしてっていうで「星空のパスポート」って曲出したんだけど、えー、これ本番ではここで流れてるかもしれないですね。<ー> <laughs> <laughs> あのー とかっていう革命を起こしたそれの時って伊集院さんってまだ20代の名前隠してる伊集院光っていうのはもともとその落語家さんだったので、うん、落語家さんで、えー、といろいろうまくいかなくてでラジオのパーソナリティのオーディションを受けた時に落語家ってバレるとあれだからつけた芸名なのね。なるほどな。だからそっから始まったのが中学の時の原体験であるから。 ふざけるとここまでふざけ続けるとこんなひょすごいことになるんだなと思って、うん、自分もふざけてそのままなんか形になるものを作りたいなと思ったのが面白いものを作りたいと思ったきっかけの一つだしうわあとはやっぱそれはトンネルズさんとか雲んさんとかうん、うん、ナイナイさんもそうだけど、えー、と僕がずっと好きだったのは「電気グルーブ」だし、うん、あと、うん、福山雅治さんとかも。はい デビューしてすぐぐらいにラジオやった時に、はい、デビューして世の中に出てるあの完璧なビジュアルと、はい、ラジオのトークがあまりにも違ってギャップがあったんですねああそれでね一気に人気になったんだよね<ー>めっちゃ AV の話してましたねそうそうそうそ,う <laughs> そりゃ好感度高いですね,ねなんかあのイケメンで AV 好きって言われたらあ同じ生き物なんだって思っちゃいますもんねそういうこともあったななるほどな、うん、声でやっぱギャップをどんどん作っていくっていうのも 多分は今忘れちゃってるだけでたくさん面白いのあとは「クリームシチューの俺レナイト日本」のトークはすごかったです。えーうん、めっちゃそう、ね、もう楽しそうやもんね昔の話してるっていうのが。うん 実はもともと関西なんで、はい、ABC と MBS の「ミュージックパラダイス」聴いて「ヤングタウン」聴くっていう感じでずっと流れてたんですよね。はい、ででも音楽が実は昔めちゃめちゃ好きで、はい、音楽番組で聴いてて当時大住香織さんっていう人の声がめちゃめちゃ好きだったりとかそのこの人の声好きだなっていうのはめっちゃあったんですよね。 なんで結構覚えてるっていうかその時の雰囲気とかをずっと聞きながら受験勉強したりとかお風呂の中で聞いたりとか,、はい、なんかそのなんか時間の方を結構そう、ね、雰囲気作ってるところが好きだったりとかしてましたね。<ー> うん、ABC ラジオだったらこの話、うん、これ話していいんですかね俺俺やあれサイキック青年団はずっとヘビーリスなんですよあ面白いっすよねサイキックリ青年団のヘビーリスなんでした、うん、サイキック青年団というラジオがあって今じゃ出せない15年か20年ぐらいやってたのかな、うん、俺がね高校時代に俺福島のいわき市なんですけどあの日本放送とかも全部深夜1時ぐらいに録音放送が終わっちゃうんですよ、はい、終わっちゃうと他のラジオの電波がなくなるから遠くのラ,ラジオが聞こえるんですよ えー、<laughs> こんなこれ、ね、本当なのこれね分かんないかもしれないけど,どういう本当あの要は電波がなくなるから、はい、電波が停波するからその時にそのいわき市の海沿いに住んでて大阪の ABC でやってる、うんはい、その日曜の深夜にやってる北野真子さんと竹内義和さんがやってるサイキック青年団っていう。 まあ結構ゴシップとかくだらないことをたくさん話すラジオがあってそれを高校時代かなたまたま見つけて聞いて日曜の夜眠れない時に聞くようになってどんどんヘビーリスナーになって大学時代にイベント行ったからね大阪までね、えー。 そうなんや東京のイベントも行ったけど大阪のイベントも行ったな今回 ABC さんとやる時になんかめちゃくちゃ面白いのやりましょうって言ってたらサイキックみたいなの復活できないかなみたいな話になったんなったんですけどまあまあいろんな終わり方したからねあので,も <laughs> でも別になんか他のとラジオ局でたまに復活とかしてるよねしてるしてるうん おじさんたち、俺一人だけ大学生でそんなのいなくて、はい、その人たちと仲良くなって、その人たちの結婚式の、うん、あの司会じゃないけどなんかそんなのやりに俺神戸まで行ったんですよ。<laughs> 何そのえっと。サイキッカーの人たちの結婚式の。うん、サイキッカーはすごいね仲仲良しが好きでしたもんね,ね。めちゃくちゃ可愛がられた最近。<laughs> <laughs> 佐久間君佐久間君っつって神戸のなんかライブハウスのチキンジョージあたりでやってる人たちよくすごいかわいられましたねすごい話出てきたな,あなあでもさっきこの音楽が出るかもっていう話したじゃないですか今回のトライアルでこの番組音楽一切なしでやろうと思ってるんですよおなるほど60分しゃべりっぱなしであそうかあの「サイマルでも出すしそうなんですよそういうことですねそうなんですよ、うん、あっていうのとあの、まあ、ラジオ自体が まあ音楽好きな人はいっぱいいるけど音楽アプリがもう出過ぎたんで音楽求めてないんじゃないかなと思ってなるほどで逆にもう喋りだけを求める番組の方が今後生き残るっていうふうにちょっと思っててああそれはだから尾方さんの中の仮説を立ててまあでも何でもね仮説立ててやった方がいいですからなんでちょっと自分が音楽番組めっちゃ好きだったのに逆に音楽はほぼ流さずにいきたいなと思ってるんで1時間喋りっぱなしでお願いします、うん、いやまあ全然僕はあのもちろん今日だけなんで <laughs> <laughs> いや大変まあ尾形さんと松木さんが大変だなと思いますよ、はい、これ一時間しゃべりっぱ一、ね、時間って結構長いですからね,ねそうですよねでも佐久間さん今日だけだと思ってるのは気のせいかもしれないけどねあらまたいやいやあのブロックします <laughs> <laughs> いや嘘です <laughs> 今日日本取りでいこう A M 一ゼロゼ八 F M 九三三 A B C ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ 番組では皆さんからの質問や感想をしゃべってみてほしいことお悩み相談などツイッターアカウントアットマークボイシーアンダーバー ABC で募集していますツイッターで投稿される際は番組ハッシュタグハッシュタグ道に迷えばでお願いしますラジオだけでなくツイッターでもどんどん番組を盛り上げてください またこの番組はラジオやラジコだけでなくボイシーや YouTube その他ポッドキャストでもお聞きいただけます岡田健太郎の道に迷えばおもろい方へ佐久間さんとのトークが盛り上がってきたところではありますがここで僕と佐久間さんの2人で対決企画をやってみたいと思います題して「迷える後輩ちゃんを救えるのはどっち!?どっち」どっち たくまさん、真顔やん <laughs> いやいやコーナーを今把握しようとしてあそっかそっか <laughs> 僕も初めてのこの隣の恥ずかしさにちょっと今ちょっと自分でびっくりしましたからね <laughs> いやそうそうそれをね超えなきゃいけない壁ですパーソナルあそっか頑張ります <laughs> ねえー、こちらですね僕も佐久間さんもですね仕事で課題をどうやって解決するのかを考えたりとかスタッフの悩み相談にアドバイスすることはもう何度も経験してるんじゃないかなと思います、ね、そこでこれから登場する迷える後輩ちゃんの相談にどちらが的確にアドバイスしてあげられるかというのを対決していきたいなというふうに思っています。対対決決なるるほど、はい、アドバイスで対決するって <laughs> やっぱ怖いっすねってお母さんが言ったらダメでしょ僕もこの企画出てきた時に、うん、こどう大丈夫かなと思って、はい、勝ちにいきたいと思いますで、えー、とここですね判定してくれるのは番組ディレクターの小林さんでプロデューサーの渡辺さんで、えー、長谷部さんの3名長谷部のうちの社員なんですけど,どで、えー、より的確なアドバイスをしたと思う方に札をあげていただきますと。なるほど でそれでは早速迷える後輩ちゃんを紹介しましょう、はい、今回初回ということもありこの番組のアシスタントの松木里奈さんです松木の相談をじゃあ今回は聞いていいてただける、うん、ととうことなんですね,ね,そうですね今後はリスナーさんの意見をいろいろ取り入れてやっていきたいなと思ってるんですけども初回はもうね、はい、松木ではいわかりましたちょっとまあいろいろ悩みはあるんですけど、うん、まあ割とあの一番私があの悩んでいることなんですけど私すっごい緊張しいなんですよ、うん もうとにかく緊張しいで、新しい現場行くこと行くことたくさんあるけども、全部緊張して、まあ自分が全然出せないと。うん、で、お二方は、まあ数々の現場をこなしてきた中で、一番緊張した現場と、それをどう超えてきたかっていうのをすごい気になってまして、か緊張をどう超え、乗り越えるかっていうのが私の中での。 課題なのでちょっと教えていただきたいなと思って今日はお二方に相談乗ってもらいたいです<ー>、はい、これはでもいろんな人にが、うん、同じような悩み持つんじゃないですかねそうですね,ね役に立つアドバイスになるかもしれないですね緊張しますかどうですかもうしないですかやっぱど,どうですか僕はしますけどもうなくなりましたねだいぶああ。 いやだって、会社経営してるって、毎日がね、うん、もう緊張の場所みたいなもん、ねうん、そうですねその、自分なりにパフォーマンスが出せるかどうかで緊張する時ときと、本当に会社大丈夫かなって緊張する時ときといろいろあるじゃないですか、<laughs> ね、もうどうしようもないやつとね、<laughs> いやいや会社経営して、いろんな人に人,人生預かることほど緊張することないから、逆にそっちが緊張するから、しなくなってきてるじゃないですか、やっぱあそれもありますね、ただ、あのー、もう大体、うまいこといかんなって思ってますね。うん うん、なんでなんうまいこといくと思ってたから緊張してるんだと思うんですけど、うん、あのそれぞれのアドバイス出さないといけないですよねこれはい、はい、僕からあど,どっちからでも僕からいきましょうそれではまず僕からアドバイスしましょうという,いうことであのまあ慣れは慣れで最後もこう、うん、いつの間にかもう諦めて諦めていく諦める量が増えていけばいくほど、はい、あの 何緊張しなくなるというか諦める最初にも,うもうこれぐらいしかし自分の出せるものはこれぐらいやなともうこれ以上のものを出したいと思うから多分そ,のそこで緊張するんやなってことに途中で気づき始めてどんどん諦めの境地に行こうということで、えっとまあ、僕のアドバイスとしてはもう絶対失敗し続けていくっていうことを、まあ、やるために、はい、もうなんかミスっとくっていう,、えー、もうなんかこうプレゼンなのに資料がないとか。 もう,もうボトムを何回もやったらダメになるじゃない、はい、一回先輩にめちゃくちゃ言われたのがなんかこう「チャック開けていけ」って言われて「えプレゼンテーショントし <laughs>、はい、えもう,もうチャック開いてるから大体、はい、全体うまくいかないじゃんどうせ」で言って、うん、チャック開けてプレゼンしたことあるよね、はい、え本当にやるんですかやるけど立ってプレゼンしたから多分身も見,見えないけどもう自分の中ではもう,もうチャック開いてるしもうえっかみたいなええー その時のプレゼンはかなり緊張する現場やったってことですか。あのまあそこそこ緊張する現場でね。チャック開けて。うん、<laughs> そっか。でもあのフォローするわけじゃないけど、はい、オードリーの若林くんも、はい、えっとね大事な本番の前はね失敗するぞって言ってから行くんだって。ええー、そうなんだ。<laughs> 失敗するぞ。失敗して最悪で越されるかもしれない。でもいいよ失敗するぞって言ってから、はい、思ってから行った方が。うん うまくいくって言ってたよ。なるほど、最悪を想像するんですね。いや、っいうかもうね、最悪失敗しても、失敗するつもりでいい、いわ、うん、だから。ああ<ー>、ま。さっきも、おがさんもちょっと言ったけど、うまくやろうと思ってると、それ以上出ないんだよね。自分の思い描く理想なんてさ。はい、ね、でも、失敗しても死なんぐらいにならないと。うん、大したことないじゃん。そう、最初ない。ですね、お前の思う成功なんて。 スケールのちっちゃい成功だろうみたいない企業当初に一回でかいプレゼンピッチイベントがあって、はい、そこで喋って順位が出るわけで賞金が出るみたいなイベントがあってそこで徹夜でみんなが資料作ってくれてで台本まで決まってでガチガチで行ったら予行編集でもう何にも喋れなかったんですよで僕そもそもアドリブでしか喋れない人なのに台本決められちゃって結局その予行編集の時にも汗だくで喋れなくなってやめてもう全部アドリブにしようと でやって何とか切り抜けた時はあるんやけどあれその時はビビりましたねで自分のスタイルが分かって決められたことそののままやるのは無理だとだからそれに合わせて自由フリートークのものしか受けないようにしたりとかするようになりましたね。緊張でもあとはなんかこう楽しむとか相手を喜ばせることが目的にして自分がいい格好するのはもう目的にしないようになったんですよね。 なんかいい格好する量が減ったら緊張減りましたね。なるほど。でも、おしゃれとかもしなくなった方が緊張しなくなりました。ああ、でも、格好つけない。うん。うん いろんな人多分いろんな人のやり方があると思います。いやあそうか僕の番か。えっとね。一番緊張した現場とか気になりますね。あ一番緊張した現場はえっとキスガマンっていうやつの映画を撮るときにあれまあ要は映画だからまあお金かかってるじゃないですかいろんな金額でもあれキスガマンの映画って一発撮りなんですよ。一発撮り。だってあれ一発撮りだからアドリブだから一発撮りだからわこれミスったら俺数千万とか億ぐらい俺ドブしてんな。 てかドブに捨てさせちゃうなって思ってその前日とか始まる前ぐらいはね吐き気かけ構こ止まんなかったかうわあキス我慢なんだの映画ね映画,映画の時そうかなと思ったな、えー、それはどう乗り越えたんですかそれはねあだからその松木さんにも言おうと思ってたことと近いちょっと近いけど、はい、結局その緊張するのはその周りが自分を評価したりとか <laughs> 敵だと思ってるところがちょっとあるから緊張するのね。うん で、<ー>テレビ番組の場合って、MC も番組をうまく活かしたいわけ。はい、で、一緒にいる人たちも別に競争じゃなくて活かしたくて、で、松木さんを呼んでるってことは、スタッフが松木さんのいい,いいところがあると思って呼んでるから、まず自分が試されてると思うのをやめることだ。うん、なるほどそうする要はこの現場のチームの一員だと思っていけば、緊張しないっていう。はい、もうだって、呼ばれてる時点で勝ってるわけ。評価されてるあ、評価されてんじゃんと思っていく。 なるほどなだから自分が評価されてるとこどこだろうな、うん、これで呼んでくれたんだろうなと思ったとこでちゃんと考えてあこれだしゃもう責任果たしてるじゃんと思っていくとそれ以上が出るから、うん、うわそれはありますね。なんか僕、うん、アメリカに英語全くできないのに就職しちゃったっていう事故を起こしたことがあって何言ってるか分かんないわけですよ。そんでめちゃくちゃゃくく評価が悪くてもう,もうせ 何こう成績評価で仕事ができないとかめちゃくちゃ遅いとか何でも書かれたんですけど、そこでこのままじゃ無理だなと思った時に、あの、採用したやつが悪いってことにしたんですよ。ああ、でもだから僕もキス我慢の時に最終的に緊張しなくなったのは、うん、まあでもこんな大変なプロジェクトのこの企画、任された、うん、俺に任されたっていうか、任したやつが俺に悪いしなっていう。うんそう <laughs> あと,あ,<ー>あ,とあとはまあ任された俺よく考えたらすげえなと思って <laughs> その2つそのつでまあまあ <laughs>、ね、俺が失敗したんだったら俺が失敗するんだからしょうがないと思ってから望むようになったから、うん、だからどっかにもうその試されて呼ばれてるんじゃなくて評価されて呼ばれてると思って行ってそのそうすると気楽にやれるんじゃないかなと思すね,そうですね今それを言ってもらえてなんかすごいほっとしました。うん わな,るほどないやまあじ実経験というか、まあ、タレントはだそううなと思ううタレントはみんなそういう気持ちがあるとう <laughs> 確かになそっかそういうの選ばれて番組に出てるけどいいパフォーマンス出さないといけないと思って緊張してるんですもんね。そうそうそうだから最後のチャンスだと思いすぎるっていうか。な <laughs> なるほどなるほほどどでもあれなんじゃないですか僕タレントやってないから分かんないけどそこで面白くなかったら次呼ばれないってこともあるわけですよね。あああるあるるそれはあるけど、うん、でも そ,のそこでカツカツで周りが見えてないとさらに失敗しちゃうから、うん、確かに確かにこれで評価されてるからこれだけ出せばいいやぐらいの気持ちがあると人の話聞けるんですよ確かにで人の話聞けないとタレントってスタジオでうまくいかないっていうかうんだって違う振りが来るかもしれないから確かにそうですねそっかでもこれタレントじゃなくてもやっぱ一般の方でもね緊張する現場ってたくさんあると思うんで、うん、あるある、ね、2人のアドバイスめちゃめちゃ響きますよね うん、そうですね。でも、まあ、なんか。ちょっと、偉そうに言っちゃったかないや,い,やいや、いや、いや。でも、これ判定するんですよね。これ、やっぱり、さつきさん判定に。え、私。と、はい、いきなり方向性変えて急に。どっちが良ったかっあ。なるほど。はい、私が判定するんですね。なるほど。いや、でも。あの、これも、でも、非常に難しいですよ。だって、うん、あの、俺はゲストだし。うんはい ただ尾形さんととずっとやっやていいいかななきゃけし僕もね思ったんですよこれ見た時にこれ再現するのは難しいじゃないですかしかもゲストで来て呼んどいて負けって言って返すっておかしいでしょなんでこれもあの多分26連敗とか僕が負けるっていうお約束でやっていくのかなと思いきないやいやいやでもそれはダメじゃない,で,ゃないですか <laughs> そうなんですか、ね、そうか判定しなきゃいけないですかねこれねこれリスナーに判定してもらう後で。 あ,それ,あそれもそれできますか、うん、確かにそれができるからね、うん、ツイッターょう、はい、じゃあリスナーの方はですねあの後でも説言いますがツイッターでですね ハッシュタグ「#ボイシー,アンダーバー ABC」のところでですね、うん、あのどちらのアドバイスが良かったかというのを投票していただいた本当にね松木さん判定しづらいと思いますだって言っても、うん、俺も尾形さも松木さんのために話したのに <laughs> <laughs> そっちはちょっと違うよかった視聴者の方にもう投げましょうそれは <laughs> 助かった <laughs> ねかったね、はいうん、以上迷える後輩ちゃんを救えるのはどっちのコーナーでした 尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。さて、ここからは佐久間さんの人生の岐路ターニングポイントについて伺っていきます。えー、ま、今日はねこう。佐久間さん、僕らもちょっともう憧れなわけですよ。<laughs> い,やい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 や、どんな風に人生選んでるんだろうなとっていうのは思ってたんですけど、ちょっと今までの人生でちょっとこう。自分の価値観とかの転機があった時期とかってあるんですか？ 価値観の転機かでも価値観の転機は、えー、とまずは、えー、とこれはたまに話しちゃってる話なんですけど就職活動の時に、うん、僕はずっと好きなもの 人が作ってるクリエイー,ーションがすごい好きで、映画とか音楽とか舞台とか好きだったけど、自分が作るタイプの人間だと思わなかったんですよね。うんうん、で、就職活動の時も絶対違うと思ってたんで、えっ、ー、と、基本営業系の仕事とか、まあこう代理店とか受けたんですけど、その中でフジテレビ受けた時に、その、事業部で受けたんです。あの、うんうん、クリエイターをサポートしたいなと思って。うんうん、その時に面接官の方に、その、最近何が面白かったって言われて、面白いもの、 こういういライブでしたとか「フジロック始まったばっかりだったからフジロックの話とかしたら君は面白いものの説明がうまいから多分作れるよ」って言われて何が面白いのかこう端的に分かってこれがこういうふうに面白いって伝えられるってことはなんで面白いかが自分の中にあるから作れるんじゃないって言われて制作で受けないよって言われて、うん。すごい それが制作で受けたのがテレビ東京が間に合ったところだったんですよ。ギリギリ間に合ったのが。ギリギリ。その言ってくれたフジテレビでは制作はもう受けあ授業だったから受けられなかったんですよ。あそうなんですねで。でもその言ってくださったのがその踊る大捜査線とかのプロデューサーだった亀山さんで、うん、面接官だったんですけど二、うん、次面接官なんかの。うん、で<う>言ってくださってああなるほどと思って実際制作で受けたら受かって。うん ななのでで天気の一個は多分それですね面白いなじゃあ結構その時はもう言われて確かになっていうふうに動いたんですねいやなんかね作りたい気持ちはずっとあったけど自信がなかったというか僕はその石橋を叩いて渡らないぐらいの性格だったんでもともとなんで無理だと思ってたんですけど、うん、そんなに、まあ、時の結構大ヒットプロデューサーだったんではい、はい、っていう、まあ、気まぐれで言ったんでしょうけど、うん、まあその一言信じてみるかと思って制作で受けたんですよね。うんへ それが最初かなキロだと思うのはすごいいい出会いですねでもそれねはいだからラッキーでしたなんかこう自分がこう何かするときにどう考えるんですか人からアドバイスを受けるのかなか調べ物をして考えるとか<ー>めちゃめちゃ自分の中でめちゃめちゃ考えた上で決定するとか。 あでも自分の中の違和感というか自分だけしか思ってないこととを大事にすすることが多いです、ね、なんかこれなんかあんまり受けないけど自分だけおめちゃくちゃ面白いと思ってるんだけどなって思うものって本当は滑ってるじゃないですか滑ってるんだけど滑ってるけど自分だけ面白いと思ってるものが滑ってる時のことをあれこれ俺絶対面白いと思ってるから多分絶対本当に面白いんだけどなんで伝わんないんだろうっていうのを企画にしていくと。 何それ面白いじゃんって言われることが多いえなるほどな最初に喋って、うん、俺がめちゃくちゃ面白いと思って喋って伝わんないことの方が可能性があるっていうああなるほどじゃあ結構喋って伝わんねえなっていう経験は日々やるわけですだから、うん 例えば「キス我慢」って企画は最初説明した時誰も「は?」って言われて「いや我慢できんじゃん」みたいな <laughs> できるじゃん、うん、いやいやそうじゃなくて我慢するって言っといて別にできんだけどそこのリアクションが面白いんだけど誰も分かってもらえないなみたいなのとか、うん、あの今やってるネットでやってるトークサバイバーも最初の段階では「キングちゃん」って企画の中にあったんですけど俺はフリートークがみんな力入りすぎだっつってて、うん。 ーハードル上がるからテラスハウスみたいに喋るっていうのを言ったんですよ <laughs> テラスハウスみたいにあの傷ついた話とかフリートークする企画をやりたいって言ったんだけど、うん、はって言われて <laughs> <や>誰も分かってもらえなくてなるほどね、えー、いやでも面白いでも,もうトークサバイバー見た時にやられたと思いましたあ本当ですかいやもうこれ設計した人がむちゃくちゃうまいしこうよく考えついたなって んかこう美味しくいい料理を作るときに美味しいものを積み上げていてもならなくて、うん、違和感のあるまずいものをちゃんと食えるようにした方がすごいいいものになることがあるって言われたことがあってあでもまあた例えとしてはそれが近いかもしれないですなんか独自性があって癖の強いものをうまく磨けばすごい面白いものになるわけですよね、うんはい、すげええー、そこから遠く様えば生まれたんだ面白い <laughs> テラスハウスでめちゃくちゃ笑っちゃう時あって、うん、要は、全然面白いこと言って喋ってないのに、テラスハウスで、こいつら何言ってんだろうと思ってめちゃくちゃ笑っちゃう時あった時に、<laughs> うん、このトーンでフリートークしたら面白いんじゃないかなって言ったんだけど、分かってもらえないから、とりあえず撮らせてくれって言って、うんうん。で、撮ったらすごい面白かったんで。うん、まあ、あの、あと千鳥のノブ君の絶対的なツッコミがあるから。で、それが面白かったんで、それを俺はずっとテレビ東京に絶対特番にした方がいいってずっと言ってたんですけど、うん なかなかなんなかあったから、うん、テレビ東京やめてから。あの もうよっこらしょって思ってたっていうところです、ねうん、へえいやあれ面白いわいろいろ面白いのいっぱいやられるからね <laughs> そういうとこから生まれるんだ、うん、すごい。それでこうあのめっちゃゲス話な話ですけど、はい、めっちゃみんなが面白いってドーンってなってるじゃないですか、はい、そういう時は佐久間さんはにやりとどうやってるんですかそれともなんかまあまあ当然だよなみたいな感じであっめちゃくちゃ喜ぶとかどうだろう。だろめちゃくちゃゃく喜ぶ。でもねこれは性格なんですよね「t o k u t o k u おかげさまでそのネットリックスの中で大ヒットと言っていいぐらい の結果出たんですけど、うん、もうね1周目の1位取った後はいいんですけど2周目1位取った後やべえな」みたいな。 いや次でやるものを超えられるそっちの不安の方が来ちゃうなるほどもう次の自分の、うん、だから中成功でいいんだけどなと思いながら行くな行くなっていう、ね、<laughs> それ以上下げたい <laughs> なるほどしてますからね今ね確かになあじゃあ結構常にそういうのは焦燥感というかなんかやったぜ俺みたいにならないんですねああでもそれは正確かもしれないですねなんないですねなん、えー、ないと思う。 面白いななんか経営も結構そうなんですよね、はい、俺すごいだろうって言ってる経営者もずっといるのとずっとまだ足んないまだ足んないって言ってる人と結構いてな,なんか僕まだ足んない側なんですよだ、うん、からすぐすごいどうやってる人とか見るとすごく違和感もあるけどもうちょっとどうやってもいいぞって言われる時とかもすごいこう自信がないから羨ましいですよね俺そういう単純に羨ましいそのそういう どやどやれる人って、うん、<タ>あそうなんですよスター側の人間なんだなと思うそれは羨ましいなと思ううなで,でも本誌を昔が持てたんだと思うんですよあ,あなるほどうんなんかこうやったものに自信があるんだと思うんです、ね、ああ自己肯定感がずっとある生き方ができたっていうこと、ね、そう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 こ、えー、羨ましいな、うん、なんかすごいですよねとかなんかこう言われたらあ,ありがとうって言える人たちいるじゃないですか、うん、絶対増えないですよねいやいやなん <laughs> えー、そうなんですか。 そうかもしれないなどうなんだろう分かない人はすごいモテてきた感じしますけどねいやどうなんですか絶対適当に言いましたよねいやだってモテてきてないって今発言したからどう考えてもどういういや二人でこれからこれからパーソナリティやるんだからそこははっきりした方がいいですもうちょっと別にそんな別に好きなこと言っていいんでいいと思うますいや全然言っていいけどね完全に佐久間さん同類やと思ってるけどモテてるわけないでしょおら <laughs> もうおもろいここととすることだけにやまあそんな中でこうちょっとこ,うこれから若者にアドバイスをするとかなんかこうそういう時にですねまあ僕も今回道に迷ったら僕はおもろい方っていうのを選ぼうよっていう話を結構こうしてたりとかするんですけど佐久間さんだったらこう道に迷った人にどういうふうにまあ行けというの佐久間さんはどう選んでるか<う>何を大事にこうしてるのか。 何か自分がこう A 行こうかな B 行こうかなとかやろうかなやらないどこかなっていった時にどういう,こう考えで決定してるのかこれ結構あの結構面白かったのがこの,この僕座右の銘にしてるんですけどこれをすると結構いろんな人に話をされるんですよ。<い>あの座右のとかきなんに迷ったらっていう話をする時に結構みんなちょっと年収が高い方の転職をするとか。 なんか家族がいいっていう方にするとかリスクが少ない方にするとか、うん、なんか本質的に思ってない方を選んじゃう人も結構多かったり目立ちたいっていう人がいたりとか<ー>、まあ、いろいろいるんですよねでも多分こう世の中で面白いって言われるような人たちって違う選択肢をしてるんだろうなと思ってなるほどでその中で、まあ、一番、あのー、面白い人たちをどんどん来てもらってどういう選択をしてるんだろうなっていうのは僕も知りたかったんですよね。そううですねうん、うん だったんで、こう佐久間さん多分すごいの出るよ。いや、そんなことないです <laughs> 気になりますね、これは。<laughs> はい、今ね、フリップを作っていただいていて、あの、道に前ばってだけ左に書いてあって、そこでこう。あの、ワードをね、うん、書いてもらうフリップをやってるんですね。これ,これは、僕、社会人になってから、うん、えっと、常にこうしてんだけど、まあ。言い方を変えたら、他にも役に立つかなっていうのは、僕はですね、大体、今、どんな仕事やってても。道に迷ったら。 えと企画書の1ページ目を読み直すってことですね。んでこれ面白いのと思ったのかなっていうのをまず考えるだ自分で企画書作って番組作っていくと当てたいとか視聴率取りたいとかそっちにどんどんマーケティングが先に来てなんで俺この企画書書いたのかなってのを忘れるんですけどうん、うん、どんなことがあった時もなんでこの企画書書いたのかなって大体企画書の1ページ目に書いてるんですけどそれだけは捨てないでおいてそれを読み返すとあっ 俺これ面白いと思ったから始めたんだなっていうところに立ち返ると、うん、大体何でもうまくいくっていう感じで。うん、だからなんで俺これ始めたのかななんで私これ始めたのかなっていう、な、うんで面白いと思ったのかなを、に立ち返ることが大事だなと思います。道に迷ったら。なるほどなざっくり言うと、なんで歩き始めたのかなを考えると、道に迷っても大丈夫っていう。うん、う結構初心に戻るにも近いんですかね。そうですね。だから初心に戻ると、なんか、 もっとそのなんかウブな気持ちになっちゃうからもっと自分が面白いと思った理由をちゃんと忘れないでおくってことが大事かなと思いますけど、うん、なるほどね<ー>そっか確かにンででポっって思って思ももいいろんんなことでずれちゃいますだからゴッドタンだったらなんでこれ面白いと思ったのかなっていうと最初にいろいろ忘れちゃうんだけど。うん いや俺これ小木やはぎと劇団ひとりが俺面白いと思ったから始めたんだなこの番組と思って、うん、じゃあ小木やはぎと劇団ひとり面白くしようまたとかっていうふうに考えるっていうくら <laughs> <ん><ー>なるほどないや結構だってなんか何のために経営始めたんだろうとか事業始めたんだろうと思ってもだんだん採用がうまくできないからとか社員が違うこと言ってるしとかお金ないしとかになってずれてくって何かなんだっけそもそもなんで起業したんだっけってそうです、ね、なりますよねかっこいいな。 ね、最初らこれももらおう <laughs> これももらおうこれも全員の目にもらおう <laughs> どんどん増やしていくんですよで <laughs> 増えちゃったでもまあそういうことですね <laughs> そういうことが多いですあのこういうことで悩むことが多いっていうかうなるほどなそっかそっか結構もう道に迷った人とか相談とかって受けたりするんですかえっと受ける感じですね僕は後輩だから結構メンタルやんだ後輩が僕の番組にずっと来てるとかよくありましたよ <laughs> あのいや上司が、うん、あいつがメンタル病ん,んでるから佐久間の番組に2年だけ預かってくれとか <laughs>、えー、<laughs> そういう存在だったんですよテレビ東京で。お世話がかそれでだからまあ後輩の悩みは、まあ、昔から受けることもあったし、うん、そうそうそうだからその告知になっちゃうけどもともと今度4月に仕事術の本出したのもそれが理由です。そのうん、ずっと年、ね、年か4年ぐらい、うん ツイッターの DM って開放でしなないいようにでできるじゃないですか、はい、でインスタってやり方わかんなくてあれ勝手に来るよね。来ますね。で、うん、34年ずーっといろんな人から仕事の悩みがずっと届きつく届きく <laughs> 5年前からずっと、えー、で、うん、最初の頃は実はこれ言ってないんだけど悩んでんなると思って答えてたんですよ俺。うん、だったんだけど、えー、もうあまりにもう手に負えない量、うん、来るようになって。 でこんなに悩み来るんだったら、うん、ちょっと一回仕事術の本出そうと思ってあもうまとめてねうそ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 の悩みに来ているようなこと、うん、と思って書いたんですよじゃあもうあとの ことも返してたんですか。全然普通に返した。いやもう今だから今だから言えるけど。うわ。これ聞いたら全員送り始めている。で、金目元で。やもう無理よ。もうもう分量的に無理よ。多分普通に返してもらった人たくさんいるんじゃない。うわそんなうらやましいな。学生とかからとかはいはいはい。あでも僕もたまに返してますね。そうですよね。別に時間あって、なんか深刻そうだなと思ったら、本気だなと思ったら、本気だと思ったら返しますよね。まあ俺返してて。 ねなんだけどそれがもうちょっともうもう答えられないんで分量的にじゃあこれからは送ってきたらその本の U R L だけいやまず少なくともこの本読んでてさらに悩んだらわかるけど読んでいてくださいと思います楽しみだ新しい販売方法だよねそうそうだからその4月にそのズルい仕事佐久間上忍のずるい仕事術で出るんですけどそれもでもさっき話したことですあの 芸能界とかテレビ界とかサラリーマンがとあんま得意じゃなかったからうん、うん、消耗しないで好きなことやるためには多少ずるい戦略的にずるくならないとダメだなと思ったんでそれをいやもうでも佐久間さんのすごさ分かったその面白いってとこもあるけど護身術もうまいんですよ、ね、ああそれはそうかもしれないそ<の><ー>自分らしさを失わないような環境づくりとみんなの期待値設計とかは、うん、多分あるんでしょうねああでもそれはすごいあると思います ということで「尾、え、形、ー、健太郎の道に舞えば脆い方へ、えー」番組第1回目の今日はテレビプロデューサーの佐久間信之さんをゲストにお迎えしてお話を伺いました佐久間さんの方からちょっとお知らせとかありましたらはいえっ、ー、とずるい仕事術の話させていただいたんですけどそれ以外に YouTube チャンネル佐久間信之の「ノブロック TV は毎週水曜土曜19時に配信してるめちゃめちゃ面白いよね面白いありがとうございます毎回見て悔しがってますもん、はい <laughs> 面白いな。いはい、やらせていただいてます。すレギュラー番組はゴッド担当あのあちこちを取りにやってる以外に、ネットフリックスでトークサバイバートークが面白いとい生き残れるドラマというのも配信しておりますので、ただ、はいまあのぜひご覧いただきたいなと。面白かったと、はい、なんか上手い人の見ると悔しいと思っちゃうんですよね。だからそれはやっぱだから経営者になる人はそうだなと思います。うん、芸人のトーク見て悔しいと思えるってことは。うん その何の山でもチャレンジしようと思う野心があるとことだからだからもう m 1とかもうまいなうわ悔しいわ切ったいな、えー、そんな見方なんですよねいやそれはもうやばいやつ <laughs> <laughs> m 1を見て悔しいなと思えるのはもうやばいやつやってないのにね一回もいやでもあとあれこないだのラジオのやつ あのあの夜覚えてるそうそうああ日本放送との舞台ですねそうですねあれも佐久間さんですよね僕は総合演出やららてもいましたあんなの考えつくんだと思ってあ考えついたのはーツですけどね僕は総合演出なんで脚本と演出を一緒にやったって感じですでも素晴らしかったですねうんあのんか若いチームと一緒にやれて楽しかったですうんんかああいうのがどんどん生まれてくるのはすごい嬉しいなと思ってじゃとゲストの佐久間さんとはここでお別れになります 今日はありがとうございました。ありがとうございました。えっと率直にこの番組いかがでしたでしょうか。いやでも楽しかったです。本当ですか。でもどんどん続けてったら松木さんとね大和さんのコンビネーションもどんどん生まれて。はい。はい。またすごい盛り上がってね松木さんと大和さんのコンビネーションが出来上がった頃に。はい。あの来るかもしれません。来るかも。じゃあ第六回は早い早い。はいありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。 AM1008FM933ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へあっという間にエンディングのお時間となりました初回の放送皆様いかがだったでしょうか いやー緊張してたけど途中から面白かったよねそうですねどうでした尾形さんなんかねもう喋り続けたいわけそうですねもう止まらない質問がそう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 やけど司会進行もしないといけないのかなと思っちゃうね難しいな確かに自分でこう進行しながらの質問ですもんねそうでも佐久間さん面白いねうんなんかあこういう人と仕事してたら楽しいんだろうなって思いながら言ってた そうですねこれからいろんなゲストの方ね、うん、来られますけど、まあ、今日はちょっと手探りの中の進行でしたけど手応え的にはどうですか <laughs> <laughs> いやもっと全然良くなると思ったしな、うん、なんかかもうちょっととマツキ出てほしいなと思っあ本当ですか、うん、今日私もどれぐらい突っ込んでアシスタントにいながら出しゃばりすぎてもあれやしどんぐらい行ったらいいかなって、うん、探り探りだったんでちょっとね次回からも。あの 私自身も考えながらあと23倍出れるようになんかこうちょっと説明のとことかも入ってもらいたいなと思ったねちょっとよりよく、ねうん、なるように頑張りましょうあとこう佐久間さんがその後飲みに行きたいっていうぐらいの距離感になれるよ <laughs> ねえ、ね、当にねちょっとまだ心の距離があったね <laughs> いや楽しかったですね楽しかったちょっと次の番組も楽しみやもんねうん あと一時間しゃべるの大変やねそうですね音楽もなく一時間しゃべりっぱで結構体力使うなって思った佐久間さんはやっぱもうねラジオされてるからすごいもうね率先してこう話しかけてくださいましたけど、うん、いろんなこのね社長さんだったりとか、うん、普段おしゃべり慣れてない方もゲストに来られるってなった時が多分大変だと思うのでもうそれ我々がはい頑張ってくれないつないで、はい、<laughs> そうですね腕見せましょう頑張りましょう <laughs> さて番組では皆さんからの質問や感想をしゃべってみてほしいことお悩み相談など Twitter アカウント ABC ツイッター,ー,ーで,、Twitter、で投稿される際は番組ハッシュタグ「ハッシュタグ道に迷えば」でお願いしますラジオだけでなくツイッターでもどんどん番組を盛り上げてくださいよろしくお願いしますまた私松木と尾形さんさらにゲストの方に答えてほしいお悩みは番組公式 Twitter アットマークボイシーアンダーバー ABC までダイレクトメッセージをください。この番組はラジオやラジコだけでなくボイシーや YouTube、その他ポッドキャストでもお聞きいただけます。それでは小形健太郎の道に前はもろい方へまた来週お会いしましょう。この後ねアフタートークもちょっとボイシーの方で収録しながら楽しんでもらえればと思います。お送りしたのは小形健太郎とアシスタントの松木里奈でした。